ケント大学は英国、イングランドのケント州カンタベリーに位置する英国トップランクの名門国立大学である。1965年に英国政府によって設立されたいわゆる新設大学プレートグラスユニバーシティの一つである。入学難易度は極めて高い。メインキャンパスのカンタベリーの他にベルギーブリュッセル、トーンブリッジ、メドウェイ、ワイなどにキャンパスがある。 創立は1965年。敷地面積はおよそ300エーカー。学部、大学院を合わせた学生数はおよそ2万人。全学生のおよそ4分の1が世界約110カ国から集まった留学生で構成されている。英国の中でも国際性豊かな大学ということで有名であり、ケント大学は座右ー,ース、エウロペアン・ユニバーシティと呼ばれている。 卒業生は各国で活躍しており、企業の CEO、企業家、政治家、ノーベル賞受賞者を輩出している。英国政府によって2014年に実施された最新のレフによれば、ケント大学の研究水準は前衛ランキング17位。ガーディアン氏においては前衛16位を得ている。特にビジネススクールは英国内でも名門であり。 世界的な企業からの派遣、若手企業家、国費派遣のビジネスパーソンが世界中から毎年集まっている。社会科学人文化学、カンタベリーからロンドンまでは英国高速鉄道で56マイル、約50分の距離である。普通列車では約90分でとロンドンまで行くことができる。イギリスとヨーロッパを結ぶ国際列車、ユーロスターを アシフォード国際駅やエブスフリート国際駅、セントパンクラス国際駅などから利用できる。最近はロンドンアムステルダム間の接続もでき、ヨーロッパ大陸へのアクセスがますます便利になっている。ありがとうございます。